後半あの歩いたところがありますし、優しい。特定球場はまたこそこ難しい、という感じの設定になっております。はい。さあ、野崎豊選手がセクションインしています。さあ、この辺りに。反対に言うと、スーパークラスのセクションと、ライナーにとっては、ここでは減点取っては動けないですね。はい。逆の意味を取れば、ちょっとずっとこう緊張感が高まるところが、反対にプレッシャーになっちゃうんですね。はい。さあ、では。華麗に、はい、ランナーズ、そしてパワフル、宮崎豊選手、クリーンです。さあ、続いては、たくさんファンの方の応援を受けて、接近はサンクレヤマ健一選手。この辺り見せていきますよね。はい。シビア、滑らせなフロントの対応を滑らせながらですね、シビアのオープンポジションを決めていきます。まあ、リーキの選手もね、国際リーキの選手も、こういうスーパーの発揮を見て、ね、参考にしていただければいいかなと思いますよね。ね、はい、でもちょっと、そのスピードが速いんで、なかなか。さあ。このカーブスタッテルを開けて、マッチのコントロール、はい、いきますね。そして、オブザーバーの、では、選手。このセクション0アシスタントバンドをかける中、さあまだ時間はあるぞ。こんな中で石川選手がこの出口のところクリアかけるというバランスを取って、さあオブザーバーのボードは0クリーン、石川誠也選手でした。さあ続いては
小川智之選手が入ってきます。さあこの辺りはいい位置だという話をしていきながらですが、やっぱりアシスタントはきちんこうと、まあ、一言に入りましたね。この辺りがやはりトップランカー、しっかりと刀を締め直して、さあできて前のステイヤーまでマシンを運んできました。やっとこう上部を見つめて一気に37、ここをリアルに作って、
Thank you.
Thank you.
出るから。
バンクが上がったね、はい、バンクが
選手おめでとうございます。第2ゼッケンマスさん、ヤマハファクトリーレーシングチーム黒山健一選手おめでとうございます。第3位ゼッケンマス6エルティゴ水木さん、柴田明選手おめでとうございます。第4位ゼッケンマス7ビクトリー草岡浩二選手おめでとうございます。第5位ゼッケンマスチーム FWO ビズ山口野崎文隆選手おめでとうございます。第6位全県の5チーム三谷藤川誠也選手おめでとうございます。松田選手には赤字以上の選手の松木の温かき以上スローアレンジ、また19歳の選手には都合オリジナルコロンバンストキー、そしてステンレスボトルが贈られます。それでは選手の皆さん、まずはマスクをつけた状態でお写真を撮っていただきます。皆さん大きな拍手をお願いいたします。おめでとうございます。40年だよ。最後の人の動画は選手ということになりますね。さあよろしいですか。さあ続いてはマスクを選手の皆さん撮っていただいてのお写真となります。さあそれでは今一度大きな拍手をお願いいたします。笑顔を作って、いただきたいと思います。おめでとうございます。それでは改めましてご紹介させていただきましょう。目線ください。第6位お願いします。チーム三谷本田、ありがとう。藤川誠也選手、第5位全県は2
チーム FWO ウィズ山ルー野崎文隆選手、第4位ゼッケンの7ヒットリー久岡浩二選手、第3位ゼッケンは6ベルティゴウィズ三谷柴田明選手、第2位ゼッケンは3ヤマハファクトリーレーシングチーム黒山健一選手、そして IAS クラスこの東北大会見事優勝で飾りましたのはゼッケンは1チーム三谷本田小川智之選手でした。皆様今一度大きな拍手をお願いいたします。おめでとうございます。選手の皆さん、以上をもちまして2021 MFJ 全日本トライアル選手権第7戦東北大会 IAS クラス表彰式を終了とさせていただきます。皆様の大きな声援拍手ありがとうございました。そして選手の皆様おめでとうございました。それでは選手の皆様